ツアー型のアリスのゲームを作ってみましょう。浅草ツアーという名前で作ります。内容的には出発点からまず雷門に行って、それから、浅草寺の方に歩いていくというシナリオで作っていきます。いくつかメディアをまずアップロードしなければいけないので、それから始めましょうか。じゃあまずは雷門。一つですね。それから浅草寺。それから一つキャラクターを、ガイドのキャラクターが欲しかったので、こんなのを。ガイドにします。これでメディアが揃いました。シーンに戻りましょう。2箇所場所を動くので、シーンというのがを、2つ作れなければいけません。まずこのスターティングシーンというのを名前を変えちゃいましょう。日本語にしましょう。で、オープニングです。それから、初めに行くところは雷門なので、雷門というシーンを作ります。これで一つ、場面が一つ増えました。そしてもう一つ、浅草寺というのを作りました。で、この3つのうちのオープニングが一番初めに空いてほしい、場面というかシーンなので、オープニングがイントロシーンがクリックされています。雷門のシーンにはチェックされていません。もちろん浅草寺にもチェックされていません。これで、シーンができました。ここからここへ動いて、ここに動いていくという感じです。それでは、じゃあ次に、そうですね、先にプラークを作ってしまいましょうか。雷門と浅草寺に入った時に出てくる、地図の上に出てくるプラークですね。まず作っちゃいましょう。じゃあ名前は雷門です。ここは雷門です。人がたくさんいますね。じゃあ写真を撮ってもらいましょう。どうしましょうか。で、アイコンも、雷門ですね。それで、メディアも同じのにしましょう。で、これで結構です。で、ここに雷門のプラークができました。じゃあもう一つプラーク作っちゃいます。浅草寺のプラークも作っちゃいましょう。ここは浅草寺です。大きな建物ですね。お参りをしてください。そして、浅草寺、メディアも同じ写真でいきましょう。これで、プラークが2つできました。このプラークもそれぞれの場面に足しておきましょうか。スナットビュープラーク、雷門、それから浅草寺の足しました。